ちょ。今日は土曜日ですね、現在1時30分です。今日は遅めの、ワークトークになりますが、まあ、先ほどまでねちょっといろいろやることがありまして、用事を済ませましてちょっと時間ができましたんで、これから毎週ねおなじみのコート整備をしていきたいと思います。で今日も朝からですね、部活支援ということで富田林、中学校のテニス女子、それから今日は初めてまたね富田林高校の、女子男子が数名ずつ、ワックの練習に参加してくれました。まあ、少しずつですけども、部活支援の輪がね広がってきていますので、まあ、12月に一度ですね、ここに来ていただいている学校全体、約3校ですかね今、まあ、一緒に合同で最後の、まあ、12月2022年締めの、部活支援練習会をしたいなというふうに考えています。で今日の部活支援の課題はですね、まあ、メリハリをつけて、ニコニコとヘラヘラの違いをしっかりつけてね練習しましょうということで始まったんですけども、すごいみんな頑張ってくれまして、少しずつですけども、まあ、ワックのテニス道をねなんかこう注入、できてるんじゃないかなと思います。で学校の先生ともやっぱ話したんですけども、同じようなことをやっても、まあ、先生がやるときと、ね外部の人間がねやるときでもちょっとやっぱこう緊張感が違うと思うんですよね。だから同じ練習やってても、同じ練習メニューをしていても、まあちょっとこうダラダラしたりする場面もあるっていうことで、でもこうやって違う場所に来て違う人が取り組むだけでいつもと違うね、取り組みの姿勢が見られるということで、まあ、非常にやっぱりこの部活支援というのはいいんじゃないかなと思います。でやっぱこうなんかやっぱ砂がねちょっと多くなってるなというのが気になるんですけど、砂というか砂利がねこれ今日だけじゃなくて、まあ、全体的に外部の方が来られた時に外のねまあ何か石ですかね、これ石が多いんですね、ちっちゃい。ですからこうやってまめに、まあ、コート整備をした方がいいなというふうには改めて思ってやってるわけですね。で昨日まで約月曜日火曜日からか火水木と電車通勤しまして、やっと昨日ですね車を取りに行きまして帰ってきました。やっぱ車超快適ですよね。ちょっと電車よりも遅く行動したとしても結局電車よりの電車通勤よりも、まあ、早く来れますんで、まあもう車移動がね当たり前なんで、やっぱ車のその移動の楽さというかそれは感じることができていますので、よかったなと思います。で気になる半信半疑の期待12万円、ほんまかなと思って行ったんですけども、結局ですね12万じゃなくて19万7千円になりました。これ何があったかというと、タイヤの本数を1本で計算してたらしいんですよ。でそのままこっちに伝えて確認したにもかかわらず、総合計ですかって聞いたらやっぱり12万って言うんですよね。まさかそんなことないやろうと思ってずっと半信半疑で行って、結局昨日行ったらすいませんってなんかタイヤ1本分の計算でやってましたみたいなことを言われて、結局もう19万7000円ぐらいと
ということで、まあ、なんかもう言う気にもなれなくて何も言わなかったの分かりましたということで、でも普通なんかもし伝えた金額が違うって分かってるんやったら、なんか電話1本くれればいいんですけどね。そんなんも全然なくて、なんか当たり前のように間違ってもいい状態、特に大事なのはそのお金の部分ってめっちゃ大事なんで、普通間違ったらダメなんですけどね。で結局まあ総合計12万で分かりましたって言って、その分かりましたが、じゃあタイヤ整備もしてくださいと。ただ本来はあいみつ取ってどこが安いんかなみたいな感じで決めたりすると思うんですけども、でもそんな、まあ、安いんでそんなこともなく行ったらいきなり、まあ、結果的にはね、あいみつは取ってないんでわからないんですけども、でもそうやって、注文する人もいると思うんですよね。ですからちゃんと正確に数字打ってもらわんとほんまはあかんかったんですけども、間違ったそれも当たり前のように一本の計算でしてたんでとかって、でもしその本来の数字言ってて断る場合もありますよね。やっぱりそう考えたらやっぱちゃんと連絡してほしいなと思ったんですけど、まあ多分今後もね、まあ、そこにお願いすることになるんで、まあ、めんどくさい客と思われるよりはまあ当たり前の数字、まあそれぐらいかなと思ってたんで、下手したら25万ぐらい行くんじゃないかなと思うぐらいの感じだったんで、まあ20万円いかず19万円内で収まったということで、まあいいかと思って、まあ結局何も言わずに、まあしっかり支払って帰ってきました。あれでも本来はちゃんと連絡しないといけないことだと思うんですけどね。でも当たり前のようになんかもう笑ってごまかされたみたいな感じだったんで、でね、なんか半信半疑やったのは電話の対応もちょっとなんか変な感じだったんですよね。だから半信半疑やったんですけど、やっぱりと思いましたね。だからやっぱこう、まあ、こっちがもうちょっとねきっちり問いただせばよかったもんなんですけども、でも2回聞いてそれやったんでね、まあでも必要なもんは必要でちゃんと払うつもりいたんで別にいいんですけど、なんか気分があんまり良くなかったですよね。で、まあ普通にもらって帰ってきて、まあ快適な生活にまた戻ってきてるんですけども、で今日は部活支援がさっきまでありまして、まあ終わって、でお昼ご飯食べててキリさんとまあいろいろ話してたら、急にですね、なんかすごい、まあ女性の方なんですけど大きな方がなんか乗り込んできたんですよ。でどうしたんですかって聞いたら、いやね、家の前の車がどうのこうので、まあ送り迎えがどうのこうので、まあ、結局すごい怒ってるんですよね顔が。ほんで口がだんだん悪くなってきて、ちょっと待ってくださいと、何のことやらわからないんで、ちょっとそのキャンキャン言わないでちょっと落ち着いて喋ってもらえますかみたいな感じで言ってたら、まあ結局その送り迎えで車が邪魔やと、なんか家の前のなんかガレージにかかってるかかかってないかの話でなんか言ってるんですよ。でも今日どう考えても駐車場も小寺製作所さんの社員さんいらっしゃらないし、側面の駐車場を使ったとしても多分送り迎えにそんななんか人に迷惑かけるような止め方をするタイミングもないんじゃないかなと思って、で、見に行きますよって言って
ちょっとどんなんか教えてくださいって言って行ったら、いやもうええとか言って、どうせあんたんとこはねおちゃらけテニスがどうのこうのとか言って、もう警察に言うわみたいな感じで、なんか勢いよく来て勢いよく帰ってったみたいなね、なんか殴り込みにあったみたいな感じなんですけども、もう何のことやら分からなくて、もう警察に言うって、いやそれだったら逆に言ってください、警察呼んでくださいっつって終わったんですけども、なんか今日は、まあ、そんなことがお昼ありましたということですね。なんか逃げていくように帰りましたね。何を言うとったんかなと思って、まあ、改めてちょっと見に行ったんですけども、なんか邪魔になるようなシチュエーションはそんな場所ではないなと思って、多分間違ったんじゃないかなと思うんですよね。人違いじゃなくて車違いというか、なんかそれをうちのせいにして、なんか興奮してうわー行ってバーって帰っていった、なんかそんなんが今日はありましたね。あとそうですね、ちょっとなんかこの出来事も変わってるなと思ったのが、キリさんですね。キリさんの堺井将軍、まあ終わっちゃったんですけども、なんかその試合中ちょっと前代未聞の揉め方をしちゃってるんですよね。というのは、まあキリさんはそんなに悪くないなっていうか、まあ試合だからしょうがないなと思うんですけど、まあジャッジについては揉めてらしいんですけども、その内容がですね、そんなん聞いたことないなと思うような内容で、まあとにかく試合進行していたと。でまあジャッジについて向こうも、まあ、不満に思ったことが何回かあったと思うんですよね。でもそれはセルフジャッジなんで、もしそれが不服なら、ロービングアンパイアを読んでちゃんと解決するというのが普通のルールなんですよ、試合中ね。でそれをせずに、なんか鬱憤を、まあ、溜まった鬱憤をですね晴らすかのように、ちょっと待ってくださいと。でたまたま自分の、試合中の映像を撮ってるビデオをですね持ってきて、なんかビデオ判定を試合中にその場でするという前代未聞の、そんなん初めて来ましたよ。マイセルフチャレンジみたいな、なんか自分の試合の動画をわーっと持ってきて、ほらどこがアウトやねんみたいな、なんかそんなことを言う人がいるらしいんです、1回戦ね。そんなん初めて聞きましたよ。まあキリさんもお前ジャッジ気をつけろよ言うこともそれは当然なんですけども、そんなんしてくると思って、でなんかロービング受付も見ても結局見てもわからないんで、なんか結局はそのキリさんが言ったジャッジアウトで、まあ、成立したらしいんですけど、そんなん聞いたことないな。でそれをやっちゃう、やってしまうという選手もいるんやなと思って、普通はロービング読んで、すいませんちょっとあのジャッジがね、まあなんかちょっとこうどうかわからないんで、まあ1ゲームかちょっと横についてもらって見てもらっていいですかという案内を普通はしないといけないんですけど、ビデオ判定するって、それしか試合中ですよ、合間に。もうそんな初めて聞いたなと思って、なんか草刀っていうか堺井将軍やから何でもええみたいな、なんかそんな感じになってんちゃうかなというふうに思って、初めて聞いたなと思うことがさっき話をしていて、まあありましたと。まあそれだけなんですけど、まあ結果的にキリさんはベスト8で負けちゃったんですけどね。まあでもまた広陵分出るとか言って頑張ろうとしてるんで、まあそれは生活環境のこともありますんで、ね、一概にテニスばっかりじゃなくて、まあ、ちゃんと、やらなければならないことはきっちりやった上で、テニスやれよというアドバイスをちょっとしましてね、
今キリさんは今日はちょっとまたお休みが多くてですね、お昼のレッスンは一人になってしまいました。で土曜日の1時はこれまで男子クラスみたいになってたんですけど、もうそこはあの一般クラスに変えましたんで、まあ前は、今月から何人か女性の方もそこに振り替えで入ってきてる方もいらっしゃるんで、まあ、新しいクラスというか、まあ、一般クラスになったんで振り替えとってもらえたらなと思うんですけど、ということでなんか予期せぬ、まあ、トラブルが一件と、まあ、あとはね、まあ、引き続き部活支援は力を入れてやっていきたいので、まあ、いろんな人がねこのワークを使ってもらえるような環境が少しずつ、まあ、できそうな感じなんで、まあ、引き続きトライしていきたいなというふうに思います。なんかでも車屋のことはなんか今でも何やったんやろなっていう感じですよね。それに加えていきなり乗り込んできたあの人、逆に警察に言っといた方がいいのかな。あんなん怖いっすよね。なんか包丁とか持ってこられていきなり飛びかかってきたら、でかなんか関係なさそうな話をギャンギャン言われて、証拠も何もないのに、で具体的にちょっと見に行こうかな思ったらもうええもんええみたいな、なんか機嫌悪かったのかなっていうね、なんかそんな感じの印象を受けまして、なんかそんな変な出来事が、まあ、土曜日あったということですね。ということで今日も、これだけのフェルトと、それからやっぱりね石が砂が混じってますね、だいぶ、まあ、しっかりコート整備してできよく、コート整備してよかったなと思います。で午後は今日はもう一般レッスン集中なんで、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。それでは、午後も頑張りたいと思います。